エアカナダ759便ニアミス事故は2017年7月7日にトロントピアソン国際空港発サンフランシスコ国際空港行きのエアカナダ759便がサンフランシスコ国際空港への最終侵入時に着陸の許可された滑走路 28R ではなく国際線4便が離陸待ちで待機中の平行誘導路へ誤侵入しかけたインシデントである 離陸町戦闘のユナイテッド航空一便機長が事態に気づき完成へ連絡し、完成が759便へ着陸また行を指示したことで大事には至らず、759便はまた行後無事に着陸し、死傷者は一人も出なかった。5機の乗員乗客の合計は1091人であり、離陸機は長距離国際線で燃料が満載であったことから、もしも5機を巻き込む、 地上衝突事故に発展していた場合、史上最悪の583人の死者を出した、テネリフェ空港ジャンボ機衝突事故をはるかに上回る、死者を出す、第三次になっていた可能性が高く、ある引退したパイロットは、おそらく史上最悪の航空事故に最も近づいた、インシデントであると述べている。事故当外便に重当されたのは、 機体記号 C 回 KCK のエアバス A320 から211であった。この機は1992年12月に初飛行が行われ、事故時点での起動死は24.5歳であった。また、事故機のご進入した CU 道路には国際線4便が離陸待ちで並んでいた。サンフランシスコ国際空港の誘導路図。 759便は白波線の 28R に着陸許可されたが、誤って青波線の CU 道路へ侵入した、現地時間23時46分、エアカナダ759便はサンフランシスコ国際空港滑走路 28R への着陸を許可された。左に隣接する滑走路28リットルは午後10時より閉鎖されて、降り、 滑走路内の灯下類は滑走路等端にある天示の灯下以外すべて消灯されていた。759便は機長の操縦で侵入を行っていたが、機長、副操縦士ともに侵入すべき 28R を28リットルと、右に隣接する CU 道路を 28R と、誤認して CU 道路へ侵入を継続した。後の調査では、滑走路十八 r と CU 道路の1下は、 通常通り異なる色で点灯しており、エーティスの情報も28リットルの閉鎖及び同、滑走路の1過消灯を通知していた。運輸局の調査結果によると、この時759便は、天候が良好であったため、景気侵入ではなく、死人侵入を行っていた。ニアミスの各機体の位置とユナイテッド航空1便の上空を通過する759便この頃、 死于道路には、先頭から順に、ユナイテッド航空1便、フィリピン航空115便、ユナイテッド航空863便、同線11 118便が、離陸待ちで並んでいた。午後11時55分46秒、759便が、滑走路より約0.7マイル地点へ接近した時に、同期の乗員は離陸待機中の便の航行等を、認め、 管制官に 28R への着陸侵入を継続して良いか尋ねた。759便が滑走路より約0.3マイル地点へ接近した同56秒に管制官は 28R に他の航空機はいません。と応答し759便は侵入を継続した。事故後のインタビューでは759便乗員は当時の状況について 新誘導路上に航空機を見た記憶はありませんが、何か違和感がありました。と語っている。759便が誘導路へ侵入していることに気がついたフィリピン航空115便の乗員は着陸等を点灯し759便に警告を行った。離陸町先頭のユナイテッド航空1便の乗員も異常に気がつき、午後11時56分1秒に管制官へ。 あいつは、どこへ行くんだ誘導路に向かってくるぞ。と報告した。同10秒、管制官は759便に着陸また行を指示し、759便の復唱後に、エアカナダ759便、危機はチャーリーに降りてしまうところでしたよ。と警告した。また、759便乗員は異常を感じていたことから、 着陸また行指示より前から降下を中止しまた行を開始していた。その後、ユナイテッド航空1便の乗員は管制官にエアカナダ機は当機の直上を通過と報告し、管制官は A、見ました。と返答した。759便は高度81フィートまで降下し、離陸機まであと29フィートの位置まで接近したところで、 着陸また行指示を受けた。フライトデータレコーダーの記録によると、759便が高度85フィートまで降下した時にスラストレバーが押し込まれ、その2.5秒後に最低高度の59フィートに達した後に上昇に転じた。事故に関与していないパイロットによると、仮に759便が着陸また行を行うのが、 あと5秒遅ければ3番目の離陸機に衝突していた可能性が高い。また、759便の機体底部とフィリピン航空115便の尾翼の間隔はわずか14フィート程度であった。サンフランシスコ国際空港は滑走路と誘導路の機が衝突する可能性がある場合に警告を発する機能を持つ空港地上監視機能システムを導入していた。しかしながら、 事故当時は ASSC のディスプレイから759便の、消えが午後11時55分52秒から度56分04秒までの12秒間、759便乗員が 28R への侵入継続を管制官に尋ねた。直後から、ユナイテッド航空1便の乗員が759便の誘導路侵入を指摘するまでの間消失していた。 これは759便が 28R への侵入経路から大幅に逸脱していたためである。759便はまた業後再度ド空港へ侵入して問題なく着陸し、離陸機4便も通常通りをノおのの目的地へ向けて離陸していった。また、サンフランシスコ国際空港では本来管制官2人がそれぞれグランド管制とタワー管制に分かれている。 はずであったが、事故当時は管制官一人で、グランド管制とタワー管制を兼任していた。この事故は、現在の連邦規制では、報告対象とはみなされていなかったものの、元国家運輸安全委員会会長のジムハルは759便のニアミスを、この10年間で最も重大なニアミス事故と呼び、NTSB に、これらの報告要件の再評価を求めた。7月9日、 NTSB は事故の通知を受けて連邦航空局の支援を得ながら調査を主導した。また、カナダ運輸安全委員会がエアカナダと NTSB 間の情報伝達を行うファシリテーターとなった。TSB は2017年7月11日に発生番号 A17 回0159として事故に関する予備情報を公開した。また、 NTSB はインシデントに識別番号 DCA17IA148 を割り当てた。引退したあるパイロットは滑走路 28R と28リットルは横方向に750フィート離れており誘導路 C は 28R から500フィート未満離れているためサンフランシスコ国際空港への着陸では精密侵入を行うことが必要であると述べた。 また他のパイロットは一部の航空会社は天候や指定に関係なく全ての航空機に軽機着陸装置の使用を義務付けており仮に航空機が誘導路に侵入していても乗員に警告されるようにしていると指摘したカリフォルニア州保健監督官で759便に乗り合わせていたデイブ・ジョーンズは事故の1週間後に捜査への協力を要請する手紙をエアカナダへ送った 2017年8月2日に公開されたフライトデータレコーダーの解析による NTSB の予備調査結果では759便が最低高度59フィートに達していたことが判明した。この高さはボーイング787から9の尾翼の地上高55フィート10インチに近く離陸待機中のユナイテッド航空1便。 同863便の機材がボーイング787から9であったことから一歩間違えれば衝突に至っていた。なお、コックピットボイスレコーダーの情報は NTSB の調査が始まるまでに3便の運航を行っていたために上書きされており調査できなかった。 2018年9月25日の理事会で NTSB は759便の乗員がノータムの滑走路28リットル閉鎖情報を見落とし、当0の点灯している 28R を28リットルと誤認した可能性があると述べた。また、その他の要因として飛行管理装置を用いた死認侵入である軽機着陸装置を使用していなかったこと。 パイロットの時差ボケ及び急速の不十分さによる疲労蓄積が挙げられている。当時副操縦士は12時間、機長は19時間十分な急速が取れておらず、アメリカ合衆国のパイロットの急速に関する規則の下では、機長は乗務できない状態であった。これは本社のあるカナダの規則では問題なかったものの、この事故を受けてカナダ運輸省は、 パイロットの急速規則を国際基準に合わせる予定であるとした。その後2018年12月に国際基準に近い新しい規制が発表されたが、エアカナダパイロット協会から標準以下であると批判された。また、FAA は6つの推奨事項を通達された。エアカナダはサンフランシスコ国際空港アプローチチャートを簡略化し、わかりやすくするとと,ともに、 フライトシミュレーターでサンフランシスコ国際空港への侵入訓練を含む乗員の機体バイアスを減らす訓練を行うほか、エアバス A220 やボーイング737、MAX などの新機種にヘッドアップディスプレイを設置して、低視定や高リスク侵入時の乗員の状況認識能力を強化した。NTSB は2018年9月に最終報告を発表し、 5つの推奨事項が作成された。また、インシデントの報告が遅かったため、コックピットボイスレコーダーが上書きされたことから、NTSB は、より迅速なインシデントの報告が必要であるとしている。元 NTSB 調査官は調査の欠陥を観察して内政を回避したとして、取締役会を批判し、本件のようなインシデントを予防しようとせず、 起きた後の事故処理しかしていないとも批判している。これは最終報告書はインシデントの報告が遅かったエアカナダ側を避難する内容であったが、当時 NTSB が報告義務があるとしていた類似インシデントは誘導路で離着陸を行った、または離着陸機のいる滑走路内に別機が侵入し回避した事案のみであり。 本県では759便は誘導路に侵入こそ、下たものの着陸はしておらず、滝がいたのは誘導路上であり、滑走路上の滝を回避したわけでもないため、報告義務のあるインシデントであるとは言えず、報告しなかったエアカナダ側を避難する理由がなかったためである。また、2015年12月に、アラスカ航空が、シアトルタコマ国際空港で起こした、 類似の誘導路ご侵入インシデントが2年経っても未だ予備調査段階であり、これといった予防措置を取らないまま本県でインシデントが再発してしまったということにも触れられている。事故後、FAA は8月上旬にサンフランシスコ国際空港での夜間着陸手順を変更し、隣接する平行滑走路が閉鎖されている夜間の死人侵入を禁止し、軽機着陸装置、 または衛星基準の景気侵入を行うこととしたほか、管制官は深夜の到着ラッシュが終わるまで、グランド管制とタワー管制を二人で分担することとした。エアカナダは759便の便名の使用を停止した。ありがとうございます。